ということで、はい、皆さんこんにちは。パート2、はい、どっちが先で出たんでしょうかね。早組じゃないですか。早組ですかね。早組が出てこの後来ましたかね。ついにこれが登場するんですけれども、目隠しして銃を当てると。いや、当てる方じゃないんですよ。データスペースだったんですね。いや、分かってたでしょ、それ。あ、そうですね。それは分かってたでしょ、ね、これして、まあ、さっきの早組と同じことしましょうということで、はい、目隠ししてベータばらして、ね、メカボックス開けてみて、はい、今回の目標は30分やな。30分以内に行って戻ってくるわ。行って戻ってくるわって、ちょっとなんか買い物みたいになってますけど、30分で行って戻って、はい、打てるようにするわ。なるほどね。まあ皆さんちょっとこれを挑戦者求むですから、常にやんないと思うけどね。いやー、分かんないですよ。やってもらって、つわものいっぱいいるからね。俺は20分切ったぞとか、いやもう15分切ったぞっていう人もいるかもしれないけど、プロになれ、まだまあデミさんも分かんないですから、あんまり12分でいけるかもしれない。なめんなし、なめんなし。じゃあね、じゃあやっていきますよ。早速やっていきたいと思います。プロがこういう感じでいいかい。いや、それ見えてます。で、ね、見えてます。いや、それ不正ですね。大丈夫ですか。はい、見えないよ。見えてないですか。見えてないから怖いんだけど。見えてない、本当に見えてないですよ。なんで。大丈夫ですね。いや、わかんないんだよね。見えてない、はい、それじゃあ一応タイムもね、一応測っておきますので、はい、はい、じゃあこちらでいきますよ。5秒前、4、いや、どういう状況か。3、2、1、スタート。はい、俺ね、閉所恐怖症じゃないけどね。ええ、怖っ。いや、もう、デミさん、こういうご経験あります？ないですよ。多分ね、ここら辺。ちょっと、おお、でしょ。パーツが、パーツあれ、パーツ入れにしてますかね。これマイナスじゃない？これデミさん、さっき始まる前に一生懸命このどこに何があるかっていうのをそこに置いて後で大丈夫ですかね。探ってますね、なんか。これだろ。皆さん、チャレンジされても傷がついたとかいうクレームは、ええ、受け付けませんので、ご注意ください。え、こっち側な、ネジじゃねえな。でも最新の注意を払って。いや、払ってねえだろ。やっておりますんでね。これ、うん、注意払ってんのか、俺。払ってます、払ってます。大丈夫か、プラスチックパーツ。あー、入った、OK、バレるのよ、バレるのよ、絶対。これ、あったー、これ来たー。え、これもしかしてさ、戻りもモーパイ？ネジ？頑張ってください。ふざけろ。それが一番難しいような気がして。これなんだ、これなんだ、バッテリーか。なかなか、なかなかそれにこけないですね。これバッテリーか。こんな見りゃ分かりますからね。分かります、見れねえんだよ。え？それで、こういう感じで、そっと、そっと置いてます。で、このブロックがここだよ。で、このこれだ。え、俺さっきマイナス使ったっけ。これか、これ。あれ、傷つくやすいからね、気をつけてね。ちゃんと見てね。うん、やってほしいよね。あれ、パーツケースとか言った。あれ、これか、これだな、うん、ちょっと丸いな、これネジの位置悪くない。え、これか、これか。マイナスはやめて。マイナスはかかりが分かりにくいからやめ。これかかってるかな、大丈夫。あ、また多分回った。あ、じゃあ。
いやちょっとそれはあーちょっと真下ですね。近い、いや逆、あーいやそっちじゃない、あー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 あえ、過酷だね、ネジも拾ってくれないんだね、これスイカ割り状態になってきますからね。こいつ銃バラしてるんですけど、あさっての方向向いてるんですよね。で感覚と爪引っかかった、ここだ。え、違う、抜くでしょ。ほら来た。あぶ落ちないで。落ちないで。置いてる場所を一生懸命覚えているように。はい、なんだこれ。これ電ドラ？なんで寝てんのお前。すんごいとこに置きましたねそれ。あ、6分経過しております。これプラスだね。これ何？あ、違う、これ頭だ、頭。え？何をしてるんですか？これ違う。感じろ、俺感じろ。これだ。お。え、隙間が分かんねえ。爪で剥げない、こいつ。あ、痛い。入った。入った。あと力でえぐる。もうごめんなさい、爪剥げそう。血はダメだって言われてるんです。あっ、おお、お前ら面白がってんだ。お前ら面白がってんだろうな。これマイナスだろ。これはドライバーだね。うん。目が見えないとああいうスタイルになるんだね。座頭市スタイルになるんだね。行きましょう。あのさ、ざっと一つ。順当って感じですかね。今一生懸命探してましたけど。どうなんですかね、折り返しやと思ってますけど。ネガティブだよね、パーツケースの中のどのパーツがどこなのかっていうのを感覚だけでやってるわけですからね。そう、11分経過しました。もう行って帰ってきたね、さっき。皆さん注意書きにも書いてありますけども、決してあのチャレンジしてほしいんですけど、傷がね、ついたり、まあ、危険ですんで。あ、そうだ、これだ、これ、はい、はいはいはい、あ、なんか何か思い出したからに。いや、これむずいな。
指でいきましたあ、詰まった、当たった、え、動いた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 、なんでしょうね、今のあったあったあった、これ俺の親指だったから指を挟めちょっと小ネタ入れてますけど君どっちに入ったこれ、あ、大丈夫でね、これね、これも忘れてたよ、なんかいるはず、ここに黒いのがちょぴったり組むな、悪いやばい、途中がちょこちょこ入ってると思いますけど、皆様のあのね、受け付けるカスタムとはこうやってはやってませんのでね真面目にデビさんやっておりますんで、今日は企画なんでね、いや、わざわざこっち向きましたけど、どうせどこ見ててもあまり変わらないとおおおおおお、そらっと今行きましたけど、入ってる入ってる入ってる、通常はこういうことしてませんのでね、ちょっと戻すか、え、もう外れてない外れてるね、外れてる、来た、来た、来た、よしよしよし、入った入った、ティッシュ、ちゃんとティッシュ、15分経過しました、やばい、痛い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 、シムもこれね、これねスパーだよ、これ絶対スパーシム、え、絶対え、お前なんで、お前お前ハイだよレベル、お前何してんの、お前何してんの、いや手の感覚だけで今来てますけどあれ、おいさ、これいるよね、マジック受けもだからいけねえんだよな、この野郎、ああ、ダメ、もこのベベルがベベルスパーセクタースパー逆棒、俺入った入ったよ、入った入ったよ、入った、浮いてるね、なんで、音を聞いてるんですか、これは、このスタイルは何、あ、こっちが、そこで今分かったんですか、いや、こっちが、これピーズで、こっちが、こっちが、いったね、これ20分経過しました、え、20分経過、いや、なんか違ういや、なんか違うことに今、あ、お、お、お、いいんじゃない、多分ね、メカボックスほぼほぼ組み上がってきたと思うよ、プラスチックの黒いのだ、で、こんな感じではまるはず、オッケーで、この、こいつは一番、へぇこいつがね、25分が出しております、これいいんじゃない、ここだと思う、多分、うん、もう大丈夫、一番端っこに来れば、本当になんで無言なの、もうこれも、これ何も見えないんだよ、これダメだ、なんか変わった変わったスタイルですか、で、で、これだよ、あのギアを組んでいくの、四角いのが内側、はい、で、これをガッとね、やって、そうそうそう、扇のところを、歯が余ってんの、歯、あ、いい、いいじゃん、多分ここだ、え、多分
でかい。それが味だね。まここにあるのか。お撃てた。すげえ俺。いやーこれちょっと緊張の一瞬でしたね。パツッて一瞬いったもんね。今28分が経過しております。あれ何かがどうした。大丈夫ですかね。大丈夫ですか、ね、うん、うん、いいんじゃないかな。いやダメやダメや、専用でなってないや。いやこれゲーム難しいな。ここまでは比較的順当に来ましたけど、だいぶここで手こずっておりますが、どの辺の感覚で違うんでしょうか。歯がね、分かんないんだよね。歯が分からない、うん、噛み合わないと。いや噛み合ってるのがどこが終わりでどこが始まりかが分かんないんだよ ね。だからその今どこに噛んでるかが分かればいけるんだけど、歯が余ってるか余ってないかで、それがもう指の感覚ではもう全然分からない、分からないと。先ほどから決め打ちで言ってるわけですね。そうですそうです、ギリギリのところでここじゃないかっていうところでやってみるんだけども、やっぱちょっと違うな。違うね。視聴者の皆さんがね、ここの部分どんだけ見てるかわからないですけど、多分ここはもう早送りか、カットしてね、今この話してるとこ来てると思うんですけど、結構難航してますね今ね。これはうまくいかない可能性の方が高いかもしれない。現在45分が、もう46分になろうとしますね。これはヘルプがないと無理だね多分。まあ、歯数が合ってるかどうかが。ここだけは見ますか。あ、見ます。これはい、こうか。また戻すと。よし。今あれでしたかね、今外した瞬間に1個のことじゃなくて他のことも見といた方が良かったんじゃないですか。あああ今一回やってしまいましたからね今。うん、そういうルールですね。知らないです。一個のことに一個ではなく、一回目目隠し取ったらいろいろ見れるっていうスタイルだったんじゃないですか。皆さんも何回ヘルプがあるかと。こっち見とけよかったな。数が少なくなる。文句も言わず、ただ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 指の先に集中して。そうだね、ただただ。ああ、なんかフィーリングいいよ。このフィーリングだった気がするよ。オッケー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 。これ難航しました。これ10分ぐらいロスしたんじゃないですか。本当一番難しかったかも、今のところの中では。なんとかギリギリのところまで頑張っていただきましたが、なんかさ、めちゃくちゃ難易度の高い福笑いやらされてる感じなんだよね。これ53分だろうとしてますからね。なかなか53分もかけて福笑いやる人いないですからね。お正月だとびっくりだよね、うん、これお正月企画だったんですか。違います。銃で福笑いって、いやレベル高すぎねえか。ルームだってねえやってますけど、おすすめしないもん。これどちらかというとデミさん持ち込み企画みたいなもんですから。そうなんです、ね、そうなんです。俺はメカボックスやるぞと。俺はメカボックスやるぞ、うん。そうメカボックスって言ったはずなんだよね。まあでもせっかくなんでね。メカボックス企画だとね、もう終わってるんだよね。メカボックスだそんなね、そんな簡単な。いや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 。これどれだ。ドライバー、これか。
ちょっとねコツをね身につけたのよ。はい、あのドライバーの向きをね一定にしといた方がいい。あ、置いとくのに。そうそうそう、ああ、あのそげんかしねえとね、こっちが、それどっち向きに置いといた方がいいですか。手前にグリップ。ああ、それはまあ普通ですね。 目が見えてる時と、そうそう、目隠ししてない時でもまあそうですよね。もうねこの統一性をね守んないとね、刺さるで手に刺さると。手に刺さるで、こう置いといて、これ六角なはずなんだ。痛い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 、これマイナスじゃねえかで、左手を事前に穴確認。まあそうなりますよね。あれ、これね、内側のね、あった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 、てーてててこれなんですか、仮想対象かなんかでした、今てて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 てん、惜しかったね。惜しかったじゃダメなんじゃないですか。あらかじめ言おう、これは多分無理だと思う。無理、無理だと思う。本来やらないってことですか。うんうん、このホップのところ。あ、ホップのところ、ここギア並みに難所だね。すいません、1時間が経ちましたでしょうね。ようやってると思いますよ、私。デビさんのタイミングで、これはもうここが厳しいってとこは目隠しを、そうですね、1回外しても、まあ、2回目になりますけどね。いやもう、まあまあトライはしてると今。そんなちょっといねえや。その顔で顔でこうドライバーを一回こうちょっと保持してますけど。そうなんです、逃がしたらもう、あ、顎行きましたね。いや、ここは無理だね。これは正直無理だね。これはちょっと一回外しますか。あー、やっぱ全然違うとこいた。これはね、無理だね。ホップなしだったらもう完成してたんだけどね。よいしょ。で、また戻しましたね。はい、よしよしよし。最高、そこが。これね、全体が乱れてるからこうなっちゃうんですよね。まあこんなもんですよ。はいと、はいはい、おー、形になってんじゃん。さあ、一応時間の方が1時間4分38秒56となっておりまして、すごいじゃん。予定時間倍ぐらいになりましたね。ですね、はい、大丈夫ですか。はいです。ふい、難所はどこでした。難所はね、AK のコードだね。コード、コードとギア、はい、あ、やっぱりね、難しいね。見えるだけ幸せ、見えてね、さっき早組やった時には12分と、うん、なりましたけれども、今回やっぱ目隠ししてると、小1時間ね、コードのね取り方とかがね甘いよね。素人さんですかこれやったのはっていう。いや、まあ、皆さんもね、もしトライするときには、ちょっと気をつけていただいて、これ5分にやらせていきましょうこれやらせましょう。あの、誰もしらーっと聞いてないふりしますけど。あ、大丈夫です、聞いてないふりしますけど俺のメールでやらせますからこれ面白いでやりましょう目隠しはね、これ目隠しはね
くつー、もうこのコードの取り方これもう最悪ね、はい、こんなコードの取り方、まあ、この辺言ってましたね、これはこれはと言いながらグリップ入れましたけど、もうここのテンションがおかしいんですよね、針がね、はい、まあ行って戻れたと、ね、いうことで、まあ一応まあ打てるけど、プロの仕事じゃねえなと、そのまんまだとダメだなっていう感じでしたね、ちょっと組み直してね、今またもう一回はい、でこれ多分パドックチャンネルで上がってる方はもうがっつりこうピッピッとこうねまとまってると思いますけど、はい、デメさんの苦労は1時間そうですかかりましたね、これはあれですね、あのデメウラビューの方にノーカット版上がるんじゃないですか、はい、ぜひね、まあ、AK だとか、はい、M4 だとか、はいはいはい、興味ある方はやってみてもらって、皆さん自分の銃でね、壊したとか言われても知りませんからね、でカスタムをね、楽しんでもらって、何の得になるのかっていうと俺すげえって言えるだけです、いやでも挑戦者求むですから、そうですね、はい、やってみて、ぜひ俺30秒じゃねえな30分でできたなみたいな、いたらね、ぜひね動画投稿していただくか、まあ、送っていただいてもいいですよ、そうですね、何かしらの形でやってみてください、目隠しはすごい難しいです、まあメカボックスとねフレームやってまあ遊んでみてください、はい、じゃあ、その機体は模型パドックの中華製をまずねベストかなと、遊ぶにはああそうね、いいかな、ちょっと安いやつ買って、そうね、はいはい、ちょっといじる練習するともういいぞみたいな練習してもらって、ぐらいのやつをねやるといいんじゃないかなと思います、はい、はい、今回ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録高評価コメントお待ちしております、それではお疲れ様でした、バイデメ。